はいそれではここからはレックキャリアコンサルタント養成講座のご案内に入っていきますレックキャリアコンサルタント養成講座の特徴についてお話ししていきますまずお伝えしたいのが厚生労働大臣の認定講習であることですこれ何かと言いますと先ほど相談実務経験が3年以上あれば 養成講座を受けなくても、試験がそのまま受けられますよとお話ししました。つまり、この厚生労働大臣認定講習であるということは、相談実務経験3年に匹敵するだけの知識やスキルがあるということを証明しているという意味になります。レックのキャリアコンサルタント養成講座を修了することによって、国家試験の受験資格を得ることができます。それが厚生労働大臣認定講習という意味です。 これ重要ですね。さまざまな、えー、例えばキャリアカウンセラーなんとか講座ですとか、ね、セラピスト養成講座とかいろいろあるかもしれませんがキャリアコンサルタントの国家試験を実務経験がなくて受けようと思う方であれば厚生労働大臣認定講習をちゃんと選んで受けてくださいね。 はい、そしてもう一つ専門実践教育訓練給付の対象講座になっているということこれもレッグギャリアコンンサルタント養成講座のの大きな強み一つですこれ何かといいますと、まあ、この教育訓練給付の対象になってらっしゃる方が申請をした場合にですね講習を終了することによってお支払いになられた受講料ですねその50%が手元に戻ってきますよとさらに 資格取得等試験に一発合格しますと追加給付として20%も戻ってきますよということなんです最大で受講料の70%がお手元に戻ってくるという制度ですこの制度の対象講座にレックのキャリアコンサルタント養成講座はなっていますよということです このあの70%の給付を受けるためにはいくつか条件がありますけれどもまずレックの講座自体がこのような強みを持った講座だということをお伝えいたしますそしてこうした講座の指定や認定を受けるためには一定の合格率ですとか修了率を満たす必要があるんですね厚生労働大臣の非常に厳しい審査が行われた上で指定を受けていますので 逆に言いますと講座の質が国レベルで認められているということが言えますですので安心して受講いただいて結構ですよということです中身に入っていきましょうレックキャリアコンサルタント養成講座のカリキュラムですカリキュラムですね大きく2つに分かれています知識編通信これはご自宅でご自身のご都合の良いタイミングで勉強していただく 自習の学習時間も含めて65時間を想定していますそして下が実践編通学あるいはオンラインズームと書いてありますけれどもこちらはもう双方向の対面オンラインズームでも画面を通じての対面ということになりまして7.5時間かける12日間で90時間を想定していますでこの知識編通信と実践編通学オンライン いずれも終了して初めてキャリアコンサルタント養成講座の修了証を発行していますこの修了証が国家試験の受験申請の際の一つの手続き書類となっていますはい、もう少し中身詳しく見ていきましょう実践編のところですね双方向で対面でと申しましたが通学クラスとオンラインズームクラスのいずれかから選ぶことができます そしてレックの養成講座の特徴で皆様便利だと言っていただいているのが振振振制制度度なんです、ね、振替制度振替ですすねね12日間通うなりズームで実際に講義を受けていくんですけれども振り替無料で他のクラスに行くことができるようになっています。 いつもはズームのクラスで受けてますけれども、通学のクラスに振り返るも OK。通学から通学、ズームからズームも OK。そして、全国どこのレッグの本校でも、養成講座を実施しているクラスには振り返りをすることができます。まあ、クラスの定員の制限など条件などもありますけれども、全国どこのレッグ本校でも可能です。 まあ、コ,ロコロナの前ですと東京に住んでいらっしゃる方が大阪に出張して出張したついでに大阪で開校しているクラスを受講してくるこんなことも頻繁に行われていました今ねもうあの行動制限もなくなっていてさまざま皆様旅行したりですとか出張なども復活してきているんじゃないかなと思いますこうしたタイミングでは全国どこのレクの本校でも受けられるという振り返制度も使っていただけるかもしれないですね はいいそれから次の期へのへ振替りりも可能ととうことです専門実践教育訓練給付の制度を使っていらっしゃる方はこれちょっと期限の制限というのが出てくるんですけれども講座そのものとしましては例えば皆様この先8・9月生でお申し込みいただいた場合にはその次の期として2023年の12月 2024年の1月2月のクラスの実施を予定していますので89月生から12日2月生に振り返ることもできますということです、はい。通学クラスとオンンララインクラスはこれは相互に、ね、クラス間の振り返りも可能となっていますレックギャルやコンサルタント養成講座の特徴として講師と受講生についてもご案内しておきましょう。 講師の先生方実務科が中心です,ですので日々現場でさまざまな相談者の方と向き合っているあるいはあの例えば研修に出ていたりですとかね講座の講師をしているというような先生方実際にどんなことが現場で起こっているのか社会情勢がどう移り変わっているのかそんなことも講義の中でお話をしていただくことができます。 また臨床心理士精神保険福祉士社会保険労務士など現場経験豊富な人材による講義を提供しています受講生の方なんですけれどもまあ、企業勤めの方が最近多いかなというふうには思います部署様々ですね人事部の方もいらっしゃいますしそうではない部署の方もあの部下のマネジメントに役に立つからと言って申し込まれている方も多いです それから人材会社の方多いですね。私業、レックは他の資格試験の対策講座も行っていますので、私業の方が多いのが特徴かなというふうには思います。ハローワーク、福祉系、それからもちろんキャリア支援が専門じゃない方も多くいらっしゃいます。あの専業主婦の方ですとか、今子育て中で少しあの会社お休みしているという方もいらっしゃいますね。男女比。 ほぼ半々でしょうか年齢の中心層は40代最近お若い方も多くなってきてまして20代の方も増えています40代でも40代前半ぐらいにどうでしょうね平均の年齢はシフトし,してきているのかなとそのような印象を持っていますはい、受講環境についてのご案内です通学で あの受講される方は各レックの本校というのは駅前の通学しやすい立地にあります。オンラインズームクラスで受けられる方はね。通信環境が整っているご自宅から参加できるということでね。ちょっと便利ですよね。レックの本校まで少し距離があるんだけど、という方はオンラインズームクラスから受けていただくっていうこともできます。最近では海外から入って来られる方もいらっしゃいますね。ね海外であの？ 勤務をされていてそこから養成講座を受けるという方もいらっしゃいますはいそれから受講料もこれレックを選びいただくときのメリットの一つとして挙げていただく方が多いです全国規模でさまざまな講座を行っているスケールメリットを講座の価格に反映させていますこれ大きな特徴ですレックの養成講座一般価格30万2500円これは税金込みです教材費等も込みです そのの他入学金などの追加費用がないです,ないです追加費用がなくてさらに各種の割引制度がありますこの割引制度というのはキャリアコンサルタントの講座だけではなくレックのさまざまなさまざまな試験制度の中で行われている資格の割引をキャリアコンサルタントにも取り入れているというタイプのものですので一般価格30万2,500円からさまざまな割引が効いている。 ね、それによって割安で受講をいただくことができるというのがレックの講座の大きなメリットとなっていますはい、そして一番下に書きました40年以上って書いてますけれどももう来年45年をレックは創業から迎えますということでそれだけのですね受験指導の実績蓄積がありますそれらを生かした試験対策講座も実施しているこれもメリットです はい、ちょっとスケジュールと受講料のご案内後ほどご案内するんですけれども一旦ここでご案内しておきますと、まあ、今スケールメリットのお話もしましたのでね2023年8月9月生2024年の3月試験向けの養成講座なんですけれども開講予定全国で35クラス予定してますででは13クラスです。 受講料ですが、一般価格三十万二千五百円で、各種割引がありますよ。と。専門実践教育訓練給付の制度を使うことによって、受講料の七十パーセントが戻ってきますよというお話をいたしました。でちなみに、ということで、割引のシミュレーションを入れてあります。専門実践教育訓練給付の制度を使った場合に、どうなるか、ということなんですが、まず、一番左から一般価格三十万二千五百円です。その次、例えば。 レックの他の資格のあの講座を受けたことがあるよという方ですと、10%の割引が効きます。この10%の割引の対象になるのは他にも様々なまな割引がありますので、皆様ご自身が当てはまるかどうかはしっかり確認いただきたいと思います。そしてその後ですね講座の説明会に参加してまあ、予約をしていただきますと、そこでも割引1万円が使えます。 でこの額、二十六万二千二百五十円について、受講時にお支払いいただいたと、お申し込み時にお支払いいただいたとします。そこからです。専門実践教育訓練給付を使っていらっしゃる場合には、養成講座を終了しました。の段階で五十パーセント給付されます。戻ってきます。その段階で十三万一千百二十五円。さらに。 一発合格をしたら、一発で試験に合格したら20、二十パーセント追加給付がありますよということで、これをもろもろ計算していきますと。最終的な実質の負担額、七万八千六百七十五円で済みますよ、ということになります。三十万二千五百円が一般価格です。けれども、最終的な負担額は七万八千六百七十五円というところまで価格が下がっていく。 ことになりますのでね。是非あの使える割引は使っていっていただきたいなというふうに思っています。はい。ちょっとじゃあここからまたご案内に入りますけれども、あの試験対策についてのご案内なんですね。レックはまあ、もなく45周年を迎えるということで、試験対策についてはもう定評があります。そのレックがお届けする試験対策の3点セットのご案内です。 これは養成講座を購入されたとき同時にかつ本校での購入に限っての大幅割引を設定していますいずれもウェブの講座なんですけれども試験に合わせまして学科論述面接それぞれのウェブ講座をご案内していますこれセットにしたものです学科特訓ゼミという学科試験対策 それから論述対策は練習問題の添削が3回ついた講座ウェブの講座です面接試験については面接ウェブ道場といいまして実際にロールプレイってどんな風にやるんだろうということでロールプレイの実施例なども収録しているものですこのウェブ講座3点セットで一般価格4万円なんですけれども 要請講座と同時申し込みかつ本校で申し込んでいただいた場合に限って2万4,000円というですねお安いお値段で提供していますのでぜひあのこちららもご検討いいたただけ良のかなと思っていますこの試験対策3点セットどう使っていったらいいのかなっていうことも参考までに書いてあります。学科特訓ゼミは 開講までのねもうお申し込みいただいてから実際に講座が始まるまでの予習に使っていただいたり受講中の復習やサブノートとして活用していらっしゃる方もいらっしゃいますそして論述試験につきましては要請講座で基本事項を学んだ後で論述のイメージをつかんだり試験前に見直しとしても大きく役に立ちますそしてロールプレイはやはりここ皆さん心配だと思うんですよねどう進めていったらいいかよくわかんないなと いう方多いかと思いますのであのこちらで参考に見ていただいておくと養成講座を受けるときにも参考になるんじゃないかなというふうに思いますはい、もう一つ参考として学科試験の対策の書籍 amazon.com とかでも買えますけれどもキャリアコンサルタント合格の取説という本を出しています まあレック独自の試験分類法で学習効率をアップしていたりとか、Q. R. コードをつけていたりしますのでね。資料にアクセスしやすかったりもします。でここであのこの執筆をしているのがレックの専任講師の小澤先生という方なんですけれども。技能検定二級を保有されていて、その他百五十近い資格を取得されていますと。ね資格に関しては本当にもうスペシャリストなんですね。その先生がどうしたら試験に。 迅速に合格できるかということ、このノウハウを最大限活かしていただいて書いていただいた書籍です。出題論点をしっかり押さえて問題解放のアプローチを提案しているこのような書籍になっています。ぜひご参考にいただけたら良いかなと思います。